紡ぐロジック続きからやっていきます。何ヶ月空いたでしょうか。データダウンロード開始しましょう。かなり空いたね。が可愛いね、この紡ぐが。またこれダウンロード結構時間かかるんじゃない。まあ、こうやって古いやつをなんか頑張ってやっていきたいかなって思ってる。夏だしね。まあ俺に休みはないけど、夏休み皆さん楽しんでますか。ちょ待って、これ意外と長いな。頑張って 100% まで喋り切ろうかと思ったけども、んー、あーいや、いった、ナイス、さすが。じゃあ行こう。な、初心者応援。俺初心者じゃないけど、あ、これデータ消えてる説。ちょっと嫌な顔するよ。今日は何がもらえるかな。あ、でもログインボーナス途中からだね。ちょっと嫌だよ。私これ結構課金しておりますのよ。実施いたします。はいはい、問題なさそうだね。焦ったぜ。ちょ待った、あ、いや、やっぱいいや。第8章までは実況していいって話だったよね。あ、でもね、つむぐロジック、こういざ、いや、ゲーム始まっちゃった、喋ろうと思ったけど。サリーが突然手を挙げる。どうやらコトコちゃんにスパイを頼んだ野崎を援護する気だ。四つ辻さん、私佐藤サリーと申します。つむぐさんのお友達です。どうもです。それは知ってるよ。私が見る限りテニスコートにいらっしゃるミレイさんはとても楽しそうでした。もしあれがいじめのための偽りの友情だとしたら、ミレイさんは大変ショックを受けてしまうかと思います。そうだとは思うけど、杞憂であれば笑い話で済みますし、お兄様の予感が当たりだとしても傷は浅い方がいい。そうそう、いいこと言うね。なんだお前。四つ辻さんにはぜひともミレイさんの身辺を調査していただきたいですわ。私もできる限りお手伝いいたしますから。お願い。コトコちゃんは野崎よりもサリーに押されているみたいだった。こうなったらサリーは頑固だぞ。お、わかりました。ちょこっと探りを入れてみます。本当か、さすが四つ辻。高くつきますからね、覚悟してくださいよ。ここに女スパイが誕生した。非常に不本意そうだ。美少女スパイだね。でもちょっと楽しそうだと思ってしまった。不謹慎だろうか。つむぐはそういうのに興味津々だからな。お？野崎の土下座を見てから2日後、2日も経った。お、結果報告？あれからコトコちゃんはミレイに接触したんだろうか。トーマは特に気にしていないようだったけれど、サリーは違った。つむぐさん？あ、名前呼ばれただけだった。四つ辻さんから何か話を聞いていませんの？別に何も。私気になりますわ。ミレイさん傷ついたりしないでしょうか。サーリーは妙にミレイのことを気にするんだな。どうして？テニスをしている人たちの中で彼女だけ浮いていましたもの。なんか最近イントネーションがおかしくなるんだけど、彼女だけっつったね。彼女だけ浮いていましたもの。はい、そうか、そうは見えなかったけれど。そうこう話していると、コトコちゃんが神妙な顔をしながら階段を登ってくる。ヤッホー、コトコちゃん、おはよう。おはよう、みんな、ウィスウィス。脇目も振らず真っ先に私たちの前にやってくるということは、ミレイさんの件ですわね。そうなの、ちょっと面倒なことになってね。話を聞いてもらいたいの。ほら。お、どうぞ、さすが紳士、トーマ。トーマがコトコちゃんの着席を促す。ミレイさんと会って話をしたの。それで？彼女はサークルに入ってるらしくて、私もそのサークルに誘われちゃった。なんてサークルですの？メイクフレンズ、略して MF だって。もうなんか名前からしてちょっと怪しいよね。聞いたことないけれど、どういうサークル？春はお花見、夏はビーチバレー、冬はスキーとボード。友達から聞いた話だと、要は飲みサー兼やりサーみたいな。わあ、やだ。飲みサーはわかるけどさ、やりサーって何？やり投げ、紡ぐ、お前。ドミキされてる。まあ、つむぐ、大学生だもんな。そういう言葉ぐらいは知っといた方が。いや、でもそういうの純粋なつむぐも俺は可愛いと思うよ。今4やったから5か。勝手に移動してくれてるね。セクハラだったってタイトルが。やり触って何？やり投げ？ててコトコちゃんが頭を抱えた。恋愛っていうか出会いっていうか、エッチ目当てっていうか、そういうサークルらしいの。ごめん、変なこと聞いて、セクハラみたいになっちゃったね、セクハラつむぐくん。酔っ払った創生さんに比べたら全然、あの人やばかったもんな、酔った時。あれ、やっぱりセクハラだったんじゃねえか。いや、以前酔っ払った創生は、コトコちゃんの常時の事情を適当に決めつけたことがある。そうだよな、あれはセクハラだよな。帰ったら創生を叱っておこう。まあ、バッチリ怒った方がいいよ。
そもそも私が言った言葉だし、タキ君といると時々自分が汚れてる気がするよ。まあ、うん、つむぐが綺麗すぎる気もする。まあやってること、あ、違う、つむぐのつるんでる人たちは悪そうなやつばっかだけど。汚れでも可愛い。真ん中ダメでしょ。コトコちゃんは大人。これアンパイじゃない？汚れじゃなくて、コトコちゃんは大人なんだよ。そうかな。そうですわよ、つじさん。つむぐさんがかまととぶっているだけですわ。男にかまととぶっているっていうのもなんかな。誰がかまととだ。でね、そのサークルが今日の昼から教室を貸し切って、たこ焼きパーティーをやるから来ないかって言われてるの。たこ焼きパーティー。いいね。コトコちゃんが話を戻した。あんまり行きたくないね。でもチャンスですわ。ミレイさんがいらっしゃるサークルがどんなものかわかるじゃないですか。そうなんだよね。けれど一人じゃ心細くって、巻き込むつもりはなかったんだけれど、事情を知っている3人も。私も行きますわ。本当にありがとう、心強いよ。お、 LINE が来た。今の LINE はこのつむぐロジックの LINE だからね。2人はがっしりと手を取り合った。よし、女の子2人で行かせるのもなんだし、俺も行くよ。最強の護衛だね。トーマさんも行きましょうね。わかった。ちょっと嫌そう。トーマはため息を吐きながらうなずいた。こういう恋愛上司にあんま首は突っ込みたくないけど、友達をこうなんかこう危ない目に遭わせるのも嫌だというトーマなりの優しさがここにね込められてるんだと思う。あまり乗り気じゃなさそうだ。なんでだろう。これで今言ったやつが違ったらすごい恥ずかしいんだけど俺。つむぐロジッククリアしてんのに。じゃあ次行くよ。たこ焼きパーティー。たこ焼きパーティーとかお酒が進むな。でも粉物だから太るぜ。炭水化物の塊 MFV。 ようこそメイクフレンズへ。いつもは授業が行われている教室へ入ってみると、そこでは多くの学生がワイワイと立食しながら談笑をしていた。部員とおもしき人たちがホットプレートを使ってたこ焼きや焼きそばを作っている。わ、太るぞ。なんか文化祭みたいだね。そうなの？俺文化祭とかほとんどサボってたからな、ヤンキー。文化祭ってなんだ？学生が学校で主催するお祭りのことですわ。とは言っても、私もあまり積極的に参加した記憶がありませんの。4人中3人が文化祭に疎いメンツで、文化祭みたいなイベントに来てしまったもんだから、どうしていいのかわからずに立ち尽くしてしまう。かわいいなお前ら。教室の一角から女子たちの楽しそうな笑い声が上がる。その中にミレイもいた。ミレイさん。お、来たね。ミレイがコトコちゃんに気がついて嬉しそうに駆け寄ってくる。よつつじさん、来てくれたのね。たどたどしい喋り方。招待してくれてありがとう。友達も連れてきたよ。彼はタキくん。高校の時の同級生。高校の？ああ、トラウマが。ああ、私が名古屋に引っ越してくる前の高校のことね。そうなんだ。ミレイはあからさまにほっとした様子だ。高校の時のメンツに会いたくないのかもしれない。じゃあなんでコトコちゃんをサークルに誘ったんだ？それから佐藤サリーさんと桜井くん。二人はタキくんの友達なの。ようこそメイクフレンズへ、ウィス。4人分のたこ焼きをよろしくお願いします。はーい。ミレイは部員の女の子に指示をしてから、俺たちに向き直ってジュースを進める。背中を丸めてうつむいているけど、非常にテキパキ動いている。形だけ、一応、勧誘させてもらうね。オッケー。あ、メイクフレンズはどんなサークルなの？イベントサークルなんだ。春はお花見に行ったり、コトコちゃんが言ってるのと同じだね。ミレイの説明は先ほどコトコちゃんから聞いたものと同じだった。なんか質問はある？わー、飲みさ、友達できる今日部員の共通点は、一番上か？部員に共通点はあるの？例えば旅行が好きとか、映画が好きとか。ううん、何にもないの。ただ、友達を作るってことが目的のサークルなの。そっか。友達サークル。それにグッズも販売してるの。グッズ？グッズ販売してるサークルってなかなかだよな。メイクフレンズとかって掘り込まれてんのかな。今何個やった？ 4,5,6 やったから次7と8だね。7,8やって終わりますね。はいはいはい、続きをどんどん見させてよ。つむぐロジック見るのに俺いくら課金したかな。結構使った気がすんな。それにグッズも販売してるの。グッズ？例えばこれ。いらないな。ミレイが自分の腕にはめているリストバンドを見せる。まあ、でもなんか意外と凝っているよね。出来っていうの？可愛らしいデザインだ。男も女も身につけられる。
こういったグッズを売って収益を発展途上国の子供たちを支援している NPO 団体に寄付しているの。うさんくさい。なるほど。お、その団体の名前は？ピースフルワールド。ホームページもあるよ。このリストバンドは2500円。たっけー。よかったら買って。高っ。ね、一つちょうだい、ことこちゃん。買うんかい。ありがとう。やっぱり四つ辻さんはいい人だね。いや、物を買ったらそれがいい人ってのは間違いだと思う。そう言ってリストバンドがたくさん入ったカゴを持ってくる。その中からことこちゃんは一つ選んでミレイに金を払った。2500円ですよ。ミレイさんとことこちゃんは高校の時は仲良かったの？ことこちゃんは接点がないと言っていたけれど、ミレイから見たことこちゃんの印象を知りたい。3年の時、洗濯授業の音楽が一緒だったの。それくらい。うん、あ、そうだ。2人一組で課題曲を歌う時にミレイさんと組んだよね。うん、覚えててくれたんだね。ミレイは嬉しそうだ。俺はミレイに親近感を覚えた。彼女はことこちゃんに憧れている。私、誰ともペアを組んでもらえなくて、そんな時にことこちゃんが声をかけてくれて。ミレイさん、めちゃくちゃ歌がうまいんだよ。そんなこと私一人じゃ人前で歌えなかったよ。聞いてみたいよな。大丈夫、聞けるから待っててね。え、だったらどうして音楽の授業を選んだんだ？歌が好きで、みんなで歌えば大丈夫。合唱サークルとか入ればいいのに。高校の時にもそう言ってくれたよね。そうだっけ、言ったかもしれないね。うん、私ずっと覚えてるよ。あの時、四つ辻さんはね。うん、あれだね、つむぐと一緒だね。ミレイさんって歌がうまいんだね。ミレイさんの歌ってる姿を見てびっくりしちゃった。部活動とかやらないの？うん、もったいない。ミレイさんの歌唱力なら音楽系の部活から引く手あまただと思うよ。そうかな。うん、あ、大学に行ったら合唱部とか入ったら？ミレイさんなら合唱部のヒロインになれるよ、きっと。ヒロイン、いい子やって言ってくれたの。あ、つむぐ。落ち込むなって、そんな悲しい顔しちゃって。素敵なお話ですわ。結局音楽サークルには入らなかったの？私には無理。つむぐ。あ、画面が安定した。トマが急に俺の肩に手を置いた。え？大丈夫か？何が？意識が飛んでた。あー、うん、大丈夫。大丈夫じゃなかった。あ、滝くんって足早いんだね。この前の体力テスト見てびっくりしちゃった。部活動とかやらないの？滝くんの運動神経なら運動部から引く手あまただと思うよ。滝くんなら陸上部のヒーローになれるよ、きっと。ことこちゃんがミレイに言った言葉は、俺に陸上部を勧めた時の言葉とほぼ同じだった。分かっていたことじゃないか。俺はことこちゃんにとって特別な存在じゃない。ただの友達のうちの一人だって。なんか悲しい終わり方したな、これ。まあでもそうやって道を指し示してくれた方が助かるって人もいるからな、人生で。人のジャンル。どう思った？微笑ましいと思う。いいえ。私は逆の印象ですわ。非常にうさんくさいです。たこ焼きパーティーから抜けてきた俺たちはオープンスペースにやってきてパーティーの感想を言い合った。ボランティアの話はどう思う？そうだな。ない話じゃない。日本では知らないけれど。ボランティアの件はよくわかりませんが、私が感じた違和感は部員のジャンルが二極化しているという点です。何？ジャンル？あのサークルの部員はミレイさんのように野暮ったい人たちと四つ辻さんのように垢抜けた人たちとでジャンルが違います。例えばミスケンのように共通の趣味がある人間同士であれば見た目のジャンルが異なっても変なことではありません。でも。ですが、あのサークルは特に特徴のあるイベントサークルではありませんから、異なるジャンルの人間同士が仲良くなれるとは思えません。そんなものなのかな、そんなものなのです。それを言ったら俺たちはどうなる、うん、確かに異文化交流しまくり。トーマが落ち着いた声で話し出す。俺とつむぐは似通っているかもしれないが、サリーはどう見ても別のジャンルってやつだろ。そうですわね。人間は確かにカテゴライズできるけれど、だからといって別のカテゴリーの人間と関わるのがおかしいっていうのか。これはトーマなりに今の俺たちの関係を否定されているようで嫌だったのかなって思うと、なんか泣けてくる。
トーマほんといいやつなんだよ。マジこれ全クリして特別ストーリー見てほしい。あのね、ああもうダメだ、ネタバレになるから語れない。まさに今のお前の発言ははっきり言って偏見だ。私は一般論を言ったまでですわ。だって事実ですもの。あの二人とも、コトコちゃんは驚いているみたいだ。俺は別に驚かない。俺たち三人の会話は概ねズケズケと言い合うものだから。出たこいつ。よーみんな。うう。野崎がヘラヘラ笑いながら駆け寄ってくる。その後ろから彦根も小走りについてきた。どうだよツツジ、調査は進んでるか。ミレイさんはメイクフレンズってイベントサークルに所属しています。おいおい、イベントサークル、そんなのやりそうに決まってるじゃないか。やめろお前。そうは見えませんでしたよ。みんなでイベントを見てきましたけど、和気あいあいとした感じでした。それは女の目から見てたろ。男はみんな狼なんだぞ。いついかなる時もエロいことばっかり考えてるんだからな。そんなことねえし。エロいことは考えているけど、いついかなる時もは言い過ぎだろう。野崎は俺を見る。男の目から見てどんなサークルだった？そうですね、まあこれはね、つむぐだったらね、疑ってかかりそうだからうさんくさいかな。俺の印象ではうさんくさかったかもしれないですね。やっぱりそうだろ。ほら、男の目の方が確かだってな、アキラ。お、返事した。でも別に決定的にうさんくさい何かがあるってわけじゃ。いや、いいんだ、もう決めた。親父とおふくろに相談してみる。ここで親が出てくる。え？それはちょっと慌てすぎじゃないですか。いや、善は急げって言うだろ。行こうぜアキラ。なんか優しさが間違った方向に向かってるよねこの人。江野崎と彦根がさっさと歩き去っていく。え、よかったのかな。どうだろう、わかんない。まあ守りたいっていう気持ちはわからなくもない。でもやりすぎだと思う。あれ、バッドエンド入ってますけどこれ。まあ次回は11からいきますから、バッドエンド見るか見ないかはわからない。8をやり直すか。あ、それではシアンでした。またね。